これまでこの豊中を蝕んできた古い古い政治、悪い政治を変えるチャンスがやってきたのです。変えるのは大阪維新の会、中川貴博市長候補でございます。4月の22日投開票の豊中市長選挙、大阪維新の会公認中川貴博、ただいま皆様にお伝えをさせていただきます。どうぞよろしくご清聴のほどお願いいたします。皆さん、本当にありがとうございます。本日この市長選挙に立候補いたしました中川貴博でございます。4期15年間大阪府会議員を務め、そしてその職を辞して今回の市長選に挑戦をさせていただきます。本当に今の豊中、このままの状態でいいんでしょうか。我々大阪維新の会、そして私中川貴博、本当にこの選挙をきっかけに豊中を変えていきたい、なんとか夢のある豊中市にしたい、そんな思いで立候補させていただきました。豊中市はこんな最高の立地条件ありません。この千里中央もある、そして空港もある、南に行けば新大阪も近い、鉄道は阪急と北大阪急行、そして名神高速道路も通ってる、梅田も近い、こんな最高の場所はありません。そんな中でなんで南北格差ができたり、そして人口がしっかりと増えるような状況ができないのか、これしっかり行政が心して対応していかなきゃいけないんです。夢のある街豊中にするためには、まず企業を誘致して、そして人口を増やす、まずこの2点しっかりと目標を持ってしなきゃいけません。人を増やすためにも若い働く子育ての世代、そういう方にも確からどんどん入ってきてほしい。そのためにまずは1点、子育て支援を最高に充実させてまいります。今や大阪市や、そして箕面市、この豊中より相当レベルが上のサービス向上してます。高校生までの医療費の助成、まだ豊中市は中学校までしかありません。そして幼児教育、これも4歳5歳大阪市は無償化になってます。そして中学校給食、皆さんが全員喫食率 100% の中で給食をしている、そんな他市に比べ豊中市は1割が給食化しているだけで、9割まだお弁当を作ってる。これを中学校でもしっかりと完璧な中学校給食を続けていきたい、これを全部やろうと思って今の現市長にお願いをしても、何をしてもお金がないからできない、その答え一本でした。だから今回豊中を変えたいんです。同じ中核市の枚方市という市があります。40万都市です。その中核市、豊中と枚方を比べただけで、豊中市の職員、枚方市より1700名豊中市の職員さんの方が多いんです。お金にしてすれば270億円豊中市、枚方市は220億円、その差は数十億に上りました。なんでこんな風に職員が多いのか、まず豊中市は長年職員が首長になられました、市長になられました。その職員さんの市長そのまままた継続しようと、職員天国を作ろうという、そんな豊中市がもう出来上がりつつあります。出来上がってしまいました。だからこんなに生ぬるい豊中市役所ができ、公務員改革も全くできない状態で現在に至っているんです。新たな制度を作っていくとか、合理化を図るとか、そんな新しい政策を全くしていかないから、今回こんな風に財源不足になり、無駄が多く、切り詰めるところは切り詰めることができない、そんな豊中市が生まれてしまいました。だからこそこれをしっかりとメスを入れて、しっかりと汗をかく豊中市役所、そ
そして職員目線の市役所ではなく市民目線の市役所にしていく、そういうことをこれから続けていかなきゃいけません。皆さんがしっかりと見張っていただければ、もっと豊中市は財源を裕福になり、そして新しい事業ができ、子育てもでき、そして人が増えると民間企業も入ってくる、こんな新しい豊中をこれから作っていきたいんです。でも職員にこんだけ汗をかいてもらおうと思うと、我々何をしなきゃいけないか、やれやれって言ってても市役所の職員はできません。だから我々はまずは議員自ら身を切る改革をやってみよう、自分たちが一生懸命身を切って、そして頑張れば職員の皆さんもついてくるだろう、だから身を切る改革という言葉を言ってるんです。今一期4年で、現市長は4年間だけで退職金2500万円もらいます。一般のサラリーマンが一生働く退職金、それよりも4年間働いただけの市長の2500万円の方が多いでしょう。そして市長は市長交際費という項目があります。自分の飲食を皆さんの税金から払っていただく市長交際費、これも我々から考えれば自分で食べたものぐらい自分で払えという気になります。だから退職金も廃止にし、そして市長交際費も撤廃をする、そうやって自分で身を切る改革をして、職員の皆さんにも市長自ら給料を少し切るから、みんなも一緒に頑張ってくれ、そうやって汗をかく豊中市役所を作り上げていくんです。公務員改革をまずしていく、そうやってできたお金で新しい投資をしたい、子育てをしたい、子育てを充実させていきたい、そんな豊中市をこれから作らさせていただきたいんです。今のままでは自民党から共産党の皆さんまで相反する意見の違う皆さんが選挙目的で当選させなきゃいけない、自分の身を守らなきゃいけない、そんな意味での候補者は一人を応援をされております。そんな組織の中で我々大阪維新の会一党だけで挑戦をしていかなきゃなりません。ぜひこの機会に皆さんに分かっていただきたい、新しい豊中を作るためには、そして夢ある豊中市を、挑戦していく豊中市を作るためには、ここでチェンジしていかなきゃなりません。そんな思いで僕もしっかりと身を粉にして働き、そしてこの大きなチャンスを、そして自分にとっても大変なリスクのあるこの選挙に立ち向かってまいります。どうぞ皆さん、今回の豊中市長選挙、ぜひ新しい豊中を作るために皆さんのご支援賜りますように、ご支援をよろしくお願いします。今や必死の思いでやらないと、大きな組織で網にかぶせられ身動きが取れなくなります。そうならないためにも、お一人お一人お力を貸してください。今回の1週間精一杯努力をさせてもらい、新しい豊中を作るために頑張ってまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、大阪維新の会代表の松井一郎でございます。皆さんこんにちは、維新の会代表の松井です。研究室を手伝いするのに、こう大きな前でね、大変申し訳ないなと思っております。ただまあ今日から市長選挙が始まりましてね、これはもうとにかく豊中の市役所、これをどういうふうに変えていけるのか、税金の使い方を見直すのか、そういう 大事なあの選挙ですから、こうしてマイクを握らせていただくのをお許しをいただきたいと思います。今は中川さんからいろいろ話がありました。要は皆さん、政治行政、これに対して皆さん100点満点は求めないでください。100点満点は無理です。要は政治行政、まあどういう人に皆さんの税金を預けるのがよりマシかというところで判断をしていただきたいと思います。
ありがとう。100点満点はね、どういうことかというと、皆さんから税金はいただかない。でも皆さんが望むこと、医療、福祉、教育、まちづくり、すべて皆さんの思い通りになる。これが100点満点の政治行政。これは日本では無理です。やれるのはアラブの国ぐらいです。アラブの国行くとね、これガソリンが出ますから、要はガソリンを売って財源作って、国民の皆さんの負担なしに、皆さんのに対しての行政のサービスをやれることができる。これはそういう資源のある国だけ。日本ではこれは やることができません。日本は皆さん方の税金、納めていただいた税金をの割り振りです。税金をどう使うかを決めていく。その税金の使い方を誰が担うのが一番マシかというところでご判断をいただきたいと思います。で、この税金の使い方を決めるのが政治なんです。で、政治はね、政治で税金の使い方を決めるわけですから、主義、主張、政策バラバラでは、これはね、方向性が定まりません。まさに今回の選挙がそうでね、さっきも対立、競争相手の候補者のね、話されてるのをね、前を通ってきました。ほんなら片方でね、自民党の右に自民党の人が立ってね、左の方にはね、森友賭けで安倍をやっつけよういうね、ビラカードを持った人がね、立ってました。これもうバラバラなのにね、なぜこの豊中市長選挙になるとがっちり組めるか。これはもう大阪名物ですよ。維新以外は、維新だけは嫌。僕の選挙の時もね、2年半前のダブル選挙の時もそうでした。松井やっつけよう、維新だけは嫌。だから自民党と共産党が組むわけですよ。今回も自民党、ね、推薦してるのが自民党、公明党、それから立憲民主党、社民党、それから民進党、それから陰に隠れて共産党、この組み合わせがなぜね、こういう大阪ではこういう組み合わせで維新だけは嫌がられるのかということなんです。要はね、僕らがやってきたことなんて大したことじゃありません。橋本祭りで大阪府政も預からせていただいて10年が経過をしました。この10年間何やってきたの、なぜやってきたことが既存政党の自民党から共産党までそれだけ嫌がられることなの。言うと簡単な話、僕らがやってきたのはまず政治家の身分を改めると、要は大阪維新の会が、この大阪でスタートして一番最初にやったのは、当時は僕も中川さんも府議会議員、一番最初にやったのは府議会議員の椅子定数ですね、109あったんです。それを88、21議席削減をしました。自分たちの椅子をなくした。だからこの豊中においても維新の会ができる以前は皆さん5議席だったんです。府議会は今は4議席1つ議席をこう減らしたわけです。で、そのことによって皆さんの税金で府議会議員に払う給料減るわけです。で、それだけじゃありません。府議会議員の給料も3割カットをいたしました。3割カットしたら皆さんの税金の議員の経費減るわけです。これだけで1年間大阪府議会で6億お金が浮いてくるわけですね。これをやってきて役所の改革をやった。今この10年で橋本祭りで役所の大阪府庁の職員2700人ぐっと絞り込むことができました。何もクビにしてるんじゃないんですよ。今の時代皆さんもスマートフォン持ったらね、世界のどことでもつながれる。それだけね、技術はどんどん上がってきてるわけです。そんな時代にね、要は議員の数も見直すことができるし、役所もスリムな役所にしても十分皆さん方の行政サービス、これ滞りなく実施できる、そのぐらいのことはやれますよということなんです。だからこの10年間で大阪府庁の職員は2700人スリムになりました。何もどんどん工夫してるんじゃないですよ。こういうことを言うとね、松井や橋本はすぐね、役所の人間クビにする。クビになんかできません、役所の人は。要は僕らがやってるのは
毎日800人、500人、定年退職出るんです。じゃあ今度新しく入ってもらうことは本当に200人、300人と少しずつスリムにしてきた。その結果、2007年、役所の要は職員の数が減るわけです。もう当たり前のこと言いますけど、2700人分の税金、これ経費が浮きます。そして天下り先、こんなものも全て見直しました。既得権益ですから、こんなの。こういうことをずっとやる、役所の改革をやるためには、まずは政治家が自分に甘いこと言ってたんでは、役所の職員言うこと聞いてくれません。だから一番最初に自分たち大阪府議会議員の数と給料ぐっとカットしたわけですね。結局これがね、嫌で仕方がないということなんです。中川さんが豊中市役所に入っていくと、豊中市議会議員もね、これ黙ってるわけにいきませんよ。来年統一地方選挙あるんだから、中川さんは自分の給料3割カットするんでしょ。退職金もなし。だからこれ僕と一緒のことなんです。僕が今大阪府知事としてやってることと同じこと。大阪維新の会の首長、豊中、門真、そしてこの間も岸和田、ね、それから大阪市長、大阪維新の会のそういう市長はみんな同じようにしてるわけです。3割は報酬カットします。退職金は結構です。大体ね、もう成田さんが話したかもしれませんがね、4年働くだけで退職金2500万、年収2000万、これちょっと民間の皆さんのね、感覚から見てどうなんですかというのが僕らの感覚なんです。今この日本の国で年収1000万以上の方、まあ豊中の人はね、裕福な方ばっかりかもしれないけど、年収1000万、働いて年収1000万超えてる人ってね、日本の国民の働いてる人の 5% しかありません。2000万超えてる人は 3% しかないんです。普通に働いて、大阪で普通に働いて雇用者所得、働いてる人も年収は500万円のそこそこなんです。そこそこだから、政治家が1000万超えるとちょっと違うでしょということで、僕たちは自分たちの身分、これ改めてるわけです。当たり前のことをやってる。で、中川さんが市長になって自分の報酬3割カットして退職金なしって言うと、職員の皆さんもピリッとしだします。ピリッと、今までのようにぬるめなれ合いでは無理です。だから市長が、選挙で選ばれた市長が3割報酬カットしたら、議会も来年選挙あるんだから、そのままぬるま湯のいい優遇厚遇されてるままではね、これ選挙戦えませんよ。維新の会の市会議員も今回、まあ、立候補してますけど、当選させていただいたその瞬間から自分たちでやれることをやっていきます。報酬いただいた報酬からまあ2割ほどカットしてね、要は被災地に寄付するとか、そういうことをやってもらいます。維新の会の地方議員は全員これをやっております。維新の会の国会議員も今国会議員で給料もらったら2割自分の給料から手取りカットをして、被災地にね、やっぱりこれ寄付に行っております。これはね、やるのは当たり前なんです。要は増税を皆さんにお願いするんなら、政治家が身を切る改革をやろうじゃないかというのは、要は今から2011年のね、あの東北の震災、あの時に増税をお願いした時、日本中の政治家がそれを公約として皆さんに訴えたわけです。ところがまあ喉元過ぎたら暑さ忘れんでね、もうみんな忘れただろうなって、みんな元に戻してしまう。我々は約束してるからそれをずっと続ける、当たり前のことやってるだけなんですけどね、結局皆さんそれをね、やってる政党が維新の会しかないから。中川を市長にすると、自分たち市会議員、今豊中の市会議員1000万円超えてますよ、給料。自分たちの身分、これね、見直すようになってしまう。これが嫌なんですね。定数維新の会府議会で2割もカットしよった。その結果、大阪府議会において共産党の議席
今二議席になってしまいました。自民党も議席減って公明党も減りました。それが嫌で仕方がない。結局ね、今の日本の政治家っていうのは本当に自分の身分について有権者に正確に正直に説明している政治家なんていないわけです。いないんです。皆さん聞いたことありますか？この豊中の市会議員年収いくらか、大阪の府議会ね3割カットしてやってるけど、その前の年収いくらだったのか。みんな黙ってるんです。なぜ黙ってるか。皆さん雇用者所得の平均ね、大阪で働いてる人の平均500万そこそこなの。豊中市会議員1000万超えるって、それはみんなに言えないじゃないですか。選挙になったら皆さんの立場に立ってとか、皆さんのために命がけで働く、ね、弱い人を守ると、いっぱいいいことばっかり言うけど、その人たちはすごく恵まれた人なんですよ。そういうことを言うとね、おかしいやんか言われますから黙ったまま、これをね真っ正面から皆さんにこのことを伝えてるのが大阪維新の会なんです。そして言った限りは自分たちの身分、これにこだわることなくね、自分たちの身分にメスを入れるのが大阪維新の会。これが嫌だから、要は自民党から共産党までね、これ野合談合です。今国会でね、安倍やめろ、安倍さん嘘つき、ね、安倍さんはお友達ばっかり言う、こんなね政治やってたら日本がダメになるから、早く安倍内閣退陣すべき。一番それをね言ってんの誰ですか？立憲民主党と共産党と民進党じゃないですか。その人たち、今この大阪においては右に自民党の人たち、左に共産党、立憲民主党の人たち一緒になってね、中川だけはやめましょうって言ってるんです。そこに何があるのかということです。結局ね、皆さん、役所の中にお金はありません。日本は資源のある国じゃないんです。だから皆さんの税金をね、どうやって皆さんのところにこれ踏み向けていくかと言われれば、まずは役所の体質、役所の中の経費、これ見直すしかないんです。で、見直した結果、今大阪ではこれ10年でね、僕と橋本首相で橋本知事やりました。今大阪10年間、大阪府は10年間連続で黒字でやりくりできてるんです。そしてその黒字で出てきたお金ね、このお金で今子どもたち高校行くときは、大阪では公立高校だけではなくて私学も無償です。私学も完全無償できてるのはこの大阪だけなんです。子どもたちが高校行くときに、やっぱり家庭の事情でね、私学に行きたいんですけれども、ちょっと無理だな、やっぱり行きたい学校、受けたい教育、諦めることのないように、機会平等で自由に学校を選べるように、そこに税金を今投入させていただいております。そして隣の大阪市、皆さんご存知ですが、大阪市では今吉村市長、子育て世帯ね、これちゃんとね、どんどんサポートしようということで、4歳5歳幼稚園保育園、大阪市では教育無償です。教育無償で、やはり家庭の状況がしんどい家にはね、塾代助成も出してます。要は豊かな家だけ、家の子だけがね、いい教育を受けれる。これでは格差はどんどん広がる。そうじゃないでしょ。機会平等で、やはり豊かじゃないそういう家庭の子供さんでも塾へ行ける、そういうふうにやってきてるわけです。豊中もやりましょうよ。十分豊中はやる力があります。中川さんが言ったかもしれませんが、豊中と同じ規模のそういう役所、枚方市役所ですね、同じ中核市、枚方市と豊中市を比べれば職員の数、豊中の方が1500人以上、豊中の方が多いわけですよ。枚方と同じ規模ですよ。なのにそれだけ職員の数が多い。これは皆さん、なぜそうなるか。役所の中で自民党から共産党まで野合談合してるからです。チェックするところがないから。それはみんなね、
人数多い方が仕事は楽です。一人でやる仕事二人三人でやるんですから楽でいい。だから潰れない組織、役所は潰れません。民間じゃないから赤字でも潰れない組織で緩い運営すればどんどん人が増えてくるということなんです。今これだけ民間が人手不足と言われております。有効求人倍率は 1.5 倍を超えました。こんな時代にね、役所の中でどん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 職員採用する、そんな時代じゃありません。十分それだけ役所の規模をダウンサイジングしたところで皆さんへの住民サービスを低下せずやることは可能であります。要は枚方やってるわけです。だからそういう形で一度役所、今空気よどんでますよ。相乗りの屋号談合ですから、これに一度メスを入れる。そして出てきた財源でそれは周辺市町村に負けないような医療福祉教育、この施策を充実をさせる。これが今回皆さんにより我々がマシでしょうということで訴えられる我々の考え方であります。ぜひ皆さん、今回の選挙、それは向こうは大組織ですね、自民党から共産党、立憲民主、社民党、みんなついてるわけですよ。それはね、いい思いしてきた人っていっぱいいるんです、その大組織の中で。そういう人たちは今の状況、とにかくね、今の体質、これを守ろうとします。そしてその人たちは必ず選挙に行くんです。それぞれの既得権益、その中で今、いらっしゃるわけですから。でも我々がこの豊中の市役所を変えていこうとすると、今まで選挙行かなかった人が行ってもらわないと変わりません。ぜひ今日話聞いていただいた一般の普通の人の普通の皆さんが、皆さんの税金のやりくりの話ですから、やっぱりね、選挙に興味と関心を持っていただいて、とにかく一度そういう慣れ合い、野合談合のね、もたれ合い、そういう政治を変える、そのために皆さんの力を結集をしてください。ぜひよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。すいません、献血受けられている方、もう本当に騒がしてしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。森友問題の責任取れ、森友問題の責任取れ。森友問題の責任って言われますけどね、それやったら自民党と一緒になって飽きませんよね。ほらもうぐちゃ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 ですよ。これね、これ一番は今国会でやられてる話なんでね、一度こういうね、おかしな、もうなんか野合談合政治は変えていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様、長い期間にわたりご清聴ありがとうございました。4月の22日投開票です。明日からここからすぐの千里コラボで期日前投票も行っております。豊中市長選挙、皆様ぜひとも投票所に足を運んでいただきたいと思います。大阪維新の会、中川貴博市長候補の中川貴博に、皆様ぜひともご支援の輪広げていただきますようよろしくお願い申し上げます。